ということでね、鹿児島に、このまた素敵なゲストがいらっしゃってくれました。こちらの方です、どうぞ。はぁアラルミルミいやいや、わぁルミルミ、また来てくれたんですね。またって、あなた、え、鹿児島よ。はい、私は誰。あ、そうだ、出てたんだ。そうよ、セコドン。セコドンの皆様よ。そうだ、重くそゆかりあるじゃないですか。ルミルミ、この九州でこの番組は初めてですよね。前は初めてよ。いつも違うと九州、いつもだいたい近場よ。はいはい、九州編はね、紹介してくれる方たちがいるんですよ。あ、そうなの。いろいろご紹介してよろしいですか。ぜひとも。おいみんな、おいどうも、すいません。いやいやいや、どうも、ようこそ。ようこそルミルミ。ちょっと矢野くん、いきなり距離を詰めすぎ。詰めてますか。いや、やってたからルミルミって呼べ。あのね、はい、まだ私のね、射程距離に入ってない。範囲に入ってない。ちょっと待って、パーソナルエリアに入らないでください。お前ら誰なんだ感がすごい。正直言って全然知らない。オブラート牛だ、正直ね。オブラート、これはコンビです。僕らコンビで、僕らパラシュート部隊っていう。パラシュート部隊、はい、はい、部隊、はいはい、の何。矢野ペペです。矢野ペペ、矢野ペペ、はい、ペペペペなね、レアルに、レアルにいたでしょ、ディフェンダーで。よく知ってね。サッカーで言えば通じますね。ルミコさん、サッカーお詳しいですもんね。じゃあ性格悪いでしょ。ペペが性格悪いのも知らない。向こうのペペさん知らないんで、削ったりする感じ。そうそうそう、恋にね。僕は削らない方法というか。オッケーオッケー、ペペね。僕、斉藤優です。斉藤優、はい、斉藤優です。サッカーメッシみたいに小柄ですね。浅い、メッシはない。メッシは一番好きだ。会場、あ、会場、会場、ちょっとメッシはやばい。一枚で誰よりもメッシを愛してますから。そう、もう携帯がもうバラバラだから。メッシ軽いじり一番怒りますから。なるほどね、ルミコさん。そう、デビューして何年。もう20年です。20年もやってんの。先輩です、だから。そう、澤部の先輩です。なんで売れないの。それは僕聞きたい。僕たちも聞きたい。我々が聞きたい。この旅で考えよ。なんで売れないか。なるほどなるほどなるほど。ルミルミ、いや、なんで福岡とかもう九州でも大人気者なんです、本当に。そうなの。いやいや、そんな、でももう今こんな感じなんで、もうそんなことないです。今日何その旅にしたいと思います。我々はなぜ売れないかっていうのを最後に。そうそうそう、テーマで、テーマで、日曜の昼に重い課題を考えよう。で、見つけたさんで、君はいいですか。私もご紹介。熱苦しいね。熱苦しいとかじゃなくて、いいですか。いいよ。グリ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 ケンです。顔、ルミコさん顔が、ね、そのぐらいなら私もできる。え、ちょっと一緒にやろうか。いいですか。いけます。いいよ。ルミ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 コですでにですかね。ルミ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 コですでにいいですか。せーの、ルミ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 コです。やらない方が良かったです。いやいや、これ僕のせいかもしれません。確かにね。すごくちょっと、はい、思ったことをズバズバ言っていただけるんで、なんかやりやすい感じがします。はい、私はね、はい、タコ沢にも行ったんだけど、タコ沢って呼ばれてますんで、タコ沢、皆さん、今日私タコ沢って呼ばれますんで、タコ沢ですね。タコ沢さん、はいはい、あだ名も決めてもらえるかもしれません。嬉しい、はい、あだ名決められたらこれはもう一流よ。一流です。じゃあ今日は、今日あだ名を決めてもらわないと認められてないってことですよね。タコ沢までたどり着けるかということですから、皆さんは頑張ろう。とりあえず動きましょうか。あ、そうだね。まずね、どうします。なんかルミルミ、いろいろありますよね。グルメも鹿児島は美味しいのいっぱいあるね。黒豚さん、黒豚食べたいしね。黒豚ね。あとほら、あの白熊、白熊、あれが、あれがだって、あれ鹿児島なんですか。そうなの。それは絶対食べたくない。白熊の店舗がありますよ。そこ行こうよ、はい、そこは。あ、じゃあまず一回涼みます。車移動です。九州は基本車で移動。ゴリ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 犬です。それやめましょう、面白くないんで。ゴリ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 犬です。お願いします。運転大丈夫。あ、僕はもうなりわいにしてるんで、それは、はい、大丈夫です。めちゃくちゃうまいんですよ、ね、本当に。はい、まあ、もうど真ん中、天文館というですね、はい、天文館。鹿児島といったらもう天文館っていうぐらい、もうど真ん中のアーケードですね。ルミルミは何かあります。食べたいもん。白熊アイス。白熊アイス、だから豚のなんかしゃぶしゃぶ。しゃぶしゃぶの方ですね。黒
ぶ豚ですよね。とんかつっていうよりもしゃぶしゃぶがいい。とんかついいですね。酒のあてにあるものが鹿児島にいっぱいありますもんね。さつま揚げ買って帰りたいな。芋焼酎どころじゃあるし、俺も芋焼酎も買いたいな。芋焼酎買って帰るの。はい、うちの奥さんがすごい酒好きで、うん、でも今授乳中だから、うん、あ、飲めない。半年後ぐらいに飲めるんですよ、うん、だからその半年後に飲むお酒を、うん、今日買ってで来いっていう。たまがるな。はい。買って帰ろうじゃなくて、買って帰ろうじゃなくて、買って来いっていうことになってる。なるほどなるほどなるほど。だいぶ我々の家庭に近づいてきたな。小柳さんには我々質問があって。何？西陣に僕ら住んでるんですよ。小柳さんもその辺じゃないですか。そうそうそう、昔はね。西陣商店街に、あのフルーツ屋さんがあって、もう今なくなっちゃったんですけど。なくなったの？そっからなんかお母様がいつも東京にフルーツを送ってたっていうのは本当ですか？本当よ。あそこの西陣の。そう、私が宝塚に行った頃からそこの果物を送ってくれて。うわー、まあ、この仕送りっていうかこう、もうね、これ食べなっていう。そうで、お母さんが食べてみて美味しいと思ったものだけ送ってくる。ロケ行くとここが小柳ルミさんに仕送りしたフルーツ屋っていうのは必ず出てくるんですよね。あ、そう。ちょっとなくなっちゃったの？ね、寂しい。なくなっちゃったんですよ。ちょっと感動のこのすごいいい話を、なんかこんな序盤にしちゃうんですか？あのね、我慢できない。気持ちの札を先に出すタイプだから。すぐ切っちゃう。すぐ切る。東京の人はね、分かんないと思うけど、俺らがたまたま住んでたとこが その小柳ルミ子さんのゆかりの地っていうとこなんで、もう接点そこだけだからさ。早めにゴリさんも出したわけ。東京の番組だけど、ちょっと今日福岡食が強くなるかもしれない。困るんですよ、ちょっと。だから、あの、うちの嫁は小柳ルミ子さんと同じ中学校。築城？築城なんです、うちの嫁は。ほんとに？そうなんです。お嬢様学校って。築城知らないの？お嬢様学校知らないの？あのね、はい、なんで築城にしたかっていうと、はい、あの学校からバレエ学校、バレエ教室が近かったのよ。あれ鶴田バレーですか？そう、鶴田バレー全部知ってる。椎名林檎さんとかも鶴田バレー。いや、福岡ってあの辺も美女と才能の溢れてる。美女と才能、美女と才能の溢れる街。浜崎あゆみさんもあそこだし、ミーシャさんもその西陣っていう街の大学に行ってたから、それのでもじゃあもうせーなん、ミーシャさんせーなんです。ルミルミがもうその走りですね。じゃあそうです、そらそうです、そうですよ、ね、最初鶴田バレーも今頑張ってますもんね。ほんと。まあそっから宝塚行かれてね。ちょっと皆さん、福岡ローカルネタが多すぎやしませんか？今日は鹿児島ですよ。福岡っていうのはそういう芸能を目指すような、なんですかね、誰かに言われてとかじゃないんですか、この世界に行って。なんだろうね、やっぱりそういう環境は昔からあったんじゃないかな。福岡確かに多いですもんね、アーティストも多いね。本当に役者も多いし、役者さんも、うん、音楽も盛んだった時ですかね。だね。あ、だってちょっと鹿児島の話しましょう。ディレクターから出ました。今鹿児島、福岡の話でしたね。あ、ごめんなさい、今鹿児島来てたね。到着です、はい、すいません。鹿児島福岡トークでついちゃった。あのお店でセゴ丼の話とか、セゴ丼とね。